はい、こんにちは、こんばんは、タカです。週初なので、大きい足から見ていきたいと思います。まずはこちら、ドル円の日足に、月足を重ねています。週足で抜けたと思ってた、この相場だったんですけども、月足で見るとまだ抜けてないですね。上髭をつけて、今のところは抑えられています。今週で月足閉じますので、この動きがどうなるかは注目ポイントだと思っています。こういう大きな波が見えると思うんですよね。この波を意識するのであれば、こういった形で上髭を出した場合、なかなか上はちょっと厳しいなという意識が働いてしまいますよね。戦略としては月足でここを上に抜いていかない限りは戻り売りが基本的なスタンスになってくると思います。波のイメージとしてはこの後の波はこういう波をイメージしていくという形になりますね。はい、こちら4時間足に週足を重ねたチャートになります。どうしても気になるのがここの上髭の部分、4時間足で見た場合はここをネックラインとした反転の流れに見えてしまいます。明確にここをまた上抜けてくれば話は変わってきますけども、少なくとも今週は戻りは売りという形で相場の方を見ていけばいいとは思っています。一旦の目標はこのレンジ圏の下限であるこの辺りになりますよね。ここへ向けた波を狙っていくと、こういったところですね。こういったところでショートを狙っていくというのがメインシナリオになってきます。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。先週ですね、週足が上に抜けていたので、今週はここで持ち合いを作るんじゃないかというシナリオを立てていたんですけども、木曜日ですね、ここを下抜けてきました。この下抜けに関しては安値がどこに決まるかがわからなかったので、極端な話、この抜けたところのこういったところを安値にまたレンジ圏を作るかもしれないという、そういった考えがありましたので、素直にこの下落に乗ることはできませんでした。ただこの木曜日の下落が思ったよりも下の方まで突っ込んできたんですよね。ここまで突っ込んでくるということは週足レベルで、この上げを帳消しにする形になってしまいます。言い換えれば週足2本合わせれば、2週間足は十字線ということになって、ここは天井圏になる可能性が出てきたということですね。そんな中での金曜日のこの下落でしたので、木曜日のこの陰線はなかなか取るのは個人的には難しかったと思いますけども、金曜日のこの陰線はテクニカル分析をしている方にとっては比較的狙いやすかったんじゃないかなとは思っています。大きな足を見ていると戻り売りが綺麗に見えると思うんですけども、この足になってくるとこの上昇波に対する押し目を狙ってくる人たちもいそうですよね。フィボを当てると半値がこの辺り、 61.8 がこの辺り、ここにもネックラインがありますんで、こういったところで起こるブルベアの攻防には注意が必要です。基本的なスタンスは戻り売りで全然いいと思うんですけども、この上昇波が強かったので強い押し目買いは入ってくるかもしれません。そういったところ気にしていきたいと思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。金曜日はどこで戻り売りを入れるかということに神経を集中していたんですけども、まあ最悪ここまで戻る可能性も当然あったわけですよね。一旦ブル波が苦しくなったなと感じたのが、この上髭をつけた4時間足の陽線、そしてその後のここの高値の持ち合いですね。これを上に抜けていれば話は全然違ったんですけども、ここを下にブレイクしたということで、ここの4時間足ですね、これが陰線になるであろうというトレード、そしてこの陰線が確定した後はここをネックラインとして、超えない限りは戻り売りという形で、打っていくという形になりました。エントリーした場所については5分足で話をしていきたいと思います。はい、こちら5分足に日足を重ねて表示しています。東京時間は一切やることがなかったですね。で、1時間足でここ上に抜けてきたということで、戻りが強いかなとこの時点では見ていました。ただし強いから買うのではなくて、大きな足では戻り売りが基本的な戦略になってますので、ここが逆に騙しのような動きになってくれないかなと、そういった形で、相場の方は見ていました。こういった高値を抜けているんで、ブルベアの攻防の中でややブル派が優勢な中でこういったレンジ帯を作っていくわけですよね。ここを上抜けた場合は、やることがないなと思っていたんですけども、ここを下に抜けてきたんですよね。この下抜けが成功するのであれば、1時間足は完全にサポートを割り込むことになります。ここを割り込んだ状態で1時間足が確定するということは、この上位足に4時間足、これを表示してみたいと思います。これ4時間足なんですけども、4時間足でも上髭が出て、結局ここを超えられなかったという形になるんですよね。そういった目線もあって、ここを下抜けたこの場所というのは、人よりもやや
早い位置でのショートになるかなと思うんですけども、ここにストップを置きますので、さほど大きなリスクを抱えることなく大きな時間足の波に乗っていけるチャンスということになります。こういったところはもう絶対エントリーしたいところになると思います。このトレードのリグイに関しては、大きな足でここが騙しになってるわけですから、上がダメなら次は下を試すという形で、この日の安値ここになりますけども、ここは少なくとも割ってくるんじゃないか、そういった考えを持ってホールドしていました。ここを抜けるのに苦労してればね、リグイもしたくなるんですけども、この程度の動きだったらわりかし握るのは楽だったですね。リグイはこの持ち合いを上抜けたここですね、ここで一旦リグイをしています。この後はもう完全にトレンドを示す移動平均線が降りてきている中で、動いてますので、こういったトレンドに乗るときはね、こういう小さな持ち合いをとりあえず見つけてしまって、上に抜ければ一旦諦めて投げればいいだけの話なんで、こういったところで下に走ったところ、こういったところですね、こういったところでどんどんショートを入れていけば、トレンドに乗っかっているうちは、すぐに含み益も出るような状態になります。もう流れに乗っちゃえばですね、あとはもうこの線を上抜けてくればリグを入れたらいいだけの話ですんで、ずーっとホールドですね、ここを抜けたここのポイントでリグを入れています。注意点としてはですね、ここを一旦抜けた後のこういった動きですね、こういったところでガチャガチャしてしまうと余計な損失抱えてしまうこと多いですんで、トレンドがとりあえず一旦終わったかなと感じたら、無理にエントリー場所を探すんじゃなくて、とりあえず高値安値を見つけるところから再度始めていくという形になりますね。この動きでしたら、上抜けた後のこういったところ、高値と安値をとりあえず見つけてしまって、その中でどういうトレードをしていこうかと考える方がいいと思います。これは今5分足ですんで、15分足や1時間足でトレンドが終わった可能性っていうのはまだわかんないですよね。トレンドが続く可能性もありますんで、5分足では戻りが入る可能性はありますけども、15分足ではまだまだ掘っていく可能性も当然あるわけです。当然その流れにも乗りたいんですけども、5分足でこの程度の持ち合いをつけて上に抜けるんであれば、15分足でもそれなりの戻りになりますんで、一旦は見送りという作戦になると思いますし、この持ち合いから下に抜けるようであれば、15分足や1時間足のトレンドはまだ続いているということになると思いますんで、どんどん積極的にショートを打っていけばいいと思います。高安さえ見つかれば、ここの上にロスカットを置けばいいだけの話ですね。これだったら10ポイント近いロスカット幅になると思いますけども、それが重いなと感じるんであれば、ロットを減らすなりして対処すればいいだけの話になってきます。こういうトレンドが出た相場っていうのは乗れてるうちはいいんですけどもね、乗り遅れたりした場合はどんどん気持ちが焦っちゃうんですよね。で、こういった中途半端な戻りの時に慌ててエントリーして、自分が入ったら相場が動かなくなってしまったみたいな状況になってしまいますので、もし仮に逃してしまったのであれば、次のチャンスをじっくり待つべきだと思いますね。というわけでドル円に関しては、先週1週間もずっとチャンスなくて諦めてたんですけどもね、木曜日の異変を感じて金曜日積極的にトレードできたというのはなかなか良かったかなと思います。この流れは今週も変わらないと思いますので、ドル円は比較的チャンスが多いんじゃないかなと思って相場の方を見ていきたいと思っています。シナリオはもちろん戻り売りですね。どこまで戻るのか戻らないのか、そういったのは相場の方を見ていかないとわからないですけども、その直前には必ず持ち合いがあって高値と安値が決まってきますので、そこをガイドにエントリーしていけば変なトレードにはならないと思います。はい、こちらユーロドル日足に月足を重ねています。こういったところに当初ネックラインを引いていたんですけどもね、やはりこの動きを見る限りは重そうですよね。ラストの戻り高値はここになります。ここを上に抜けていかない限りは大きな上昇の目はもうなかなか出てこないかなと思います。逆に気をつけないといけない安値はここですね。この上昇範に対する押し目買いを狙ってくるような人たちも出てきそうな位置に今いてますね。こういったブルーとベアの攻防が起こりやすい箇所というのは、持ち上げできたり騙しが出たりとしやすいので気をつけたいところではありますね。はい、こちら4時間足に週足を重ねています。今年の初めでしたかね、この上髭を見て売りを狙っていきたいなと考えていると言い出してから順調に値を下げてますね。最終的な目標はこの辺りだったんですけども、ほぼほぼ到達した形になります。こうなってくるとここが今レンジとして機能するのかなというふうな目で見てますんで、完全に今はレンジの下限に位置してますよね。こういったところで売るには本当に気をつけないといけないと思っています。売るのであれば一旦抜けてからのプルバックを狙いたいところです。こういったところですね、ちょっと抜けたところでごちゃごちゃしたところ、こういったところでショートを打ってしまって戻ってしまっても、こういったのは本当によくある動きになりますので、これを見てなんでやとならないように注意したいところではあると思います。かといって簡単にロングを狙うような場所でもないので、まずはこの辺で高値安値をしっかり見つけて、その後の動きがどうなるのかというのを見ていきたいところですよね。
今月はユーロドルずっと見てること多かったんですけども、安値圏に突入してきたということで、しばらくは持ち合いを想定した動きになってくると思います。持ち合いを想定するということは、積極的にエントリーするチャンスはやっぱり減ってくる形になりますね。逆にドル円の方が狙い目になってきてますんで、ユーロドルに関しては落ち着いて、チャート見ていかないといけないかなというふうに思っています。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。完全にまだ下に抜けてますよね。この持ち合いから下に抜けてるので、どん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 下に行きそうなチャートではありますありますけども、先ほどの4時間足や日足で見た場合に、この辺りは完全に上位足のサポートがある場所になりますので、こういったところは本当に注意したいところではあると思います。まだね、こういうトレンドを示すこういった線ですよね、こういう移動平均線に、これをガイドにエントリーできる場合はどんどん売ってもいいと思うんですけども、ここを上回ってきたとか、そういった怪しい動きを出してきた場合はすぐに頭を切り替えていかないといけないとは思っています。むしろ瞬間的に下に突っ込んだ場面とかあった場合はね、騙しを見て短期的に反発のロングを狙っていくのもいい戦略じゃないかなと思いますけども、まあ流れが流れですからね、長い時間持つようなポジションにはならないと思いますんで、短期勝負でやるのであればそういった戦略も有効ではあるかなと思います。はい、こちら15分足に4時間足を重ねています。ここでも綺麗にこういった上髭出てますよね。僕はここでショートのエントリーをしています。ちょっとこれだと見にくいのでね、5本足で話をしていきたいと思いますけども、なぜショートをエントリーしたのかというと、下に抜けてきてる場面ですよね。こういったところはもうプルバック、戻りをしっかり狙う場面になります。ただしどこまで戻るのかっていうのがわからないわけですよね。だからこういったところに一旦の高値を置いとくわけです。で、次試した時にここのプライスアクションを見ていくと、大きく戻るのであればこういったところで勢いよくショートを巻き込んで上に上がっていきますし、ダメだった場合はこういった上髭が出ることもあります。今回みたいなこういう形はすごい分かりやすいですよね。上を試して結局ダメだったという形になってますんで、これは確かイギリスの PMI の発表でこういう動きをしたと思うんですけどもね、こういう動き自体は指標があろうがなかろうが関係ないですよね。つけた時にそこにフォローがあるのかどうかっていうのを見ていけばいいので、今回はここにフォローがないということですので、ショートを打っていく絶好のチャンスということになります。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。エントリーした場所はここですね、この辺になってくると思います。イギリスの PMI の発表で上を試してダメだったと、このヒゲの先端部分ですね、ここをしっかり抜けたことで、ショートはいけるんじゃないかなと思ってエントリーしています。ロスカットはこの戻りの高値ですね、このヒゲの高値を超えたところに設定しました。一旦こういった形でね、落ちた後のプルバックありますけどもね、ここは勢いよく落ちるかなと思ってややリスクを取ってエントリーしたんですけども、通常であればこういった抜けた後のプルバックっていうのはよくある動きですので、こういったところで入れなかったとしても次のチャンスしっかり待つこと大事だと思いますね。ここの持ち合いを下に抜けてきたところ、こういったところでエントリーするのも全然ありだと思います。その時のロスカットはここになりますよね。当然僕はこの動きを見た後のこのプルバック、そこから下に出たところ、ここで追加のショートを入れています。ロスカットはここも合わせてこの位置に変更という形になりますね。リグに関しては一旦走ってしまえば、こういうトレンドを示す移動平均線をガイドにしていけばいいと思うんですけども、今回頑張って持ってたんですけどもね、この急激な反転ですね、こういったところを抜けてきたらここでリグを入れてます。ですのでだいぶね、下をつけてから戻された形になるんですけども、こういうスパイク的な動きっていうのはもう仕方がないですよね。これを恐れてリグを伸ばしてしまったら、大きな流れが出た時に、当然乗れないということになりますので、もう狙うならどちらかだと思います。上位足のサポートもありますのでね、走った時にリグを入れるというのも一つの方法だと思いますし、しばらく様子を見てそこの高値を超えてきたところでリグを入れるというのも一つの考え方だと思います。前者はこういうスパイク的な動きになった時にリグを損ねるのを防げる、後者は大きなトレンドがなった時にしっかり乗っていける、どちらを選ぶのも正解だと思います。自分の性格に合った利用方法を選んでいけばいいと思います。こういった動画投稿を始めてもう1ヶ月ぐらいになるんですけどもね、自分の手法を解説してるほとんどはもうこういう同じようなトレードだと思うんですよね。まだ見てくれてる方少ないんですけども、ずっと見てくれてる方は毎回ほとんど言ってること同じやなと思っている人もいるかもしれません。ただトレードって本当にそうなんですよね。自分の形っていうのがあって、その形に当てはまる動きが出た時に淡々とその流れに乗ってエントリーをしてエグジットをすると、ただそれだけの作業ですので、あまりあれやこれやと考えてしまうとすごく相場って難しく感じると思います。結局のところ相場なんてわからないんでね、どんどん深読みをしてしまっても答えって出ないんですよね。ですんでもうある程度考えた後はもう割り切って、これがダメなら切ればいいやと、そういう思い切りも大事だと思いますしね。僕の場合は本当に抜けた後のプルバックを狙うというのは本当に大好きなトレードですし、違和感を感じた時に逆を張るというのもすごく大好きなトレードです。
常にブルー派とベア派がどういう状況になっているのかを観察するのが好きですし、ブルー派が苦しんでるな、ベア派が苦しんでるなと思った時にはエントリーチャンスができると思ってますので、相場の方は集中して見るようにしています。例えば今週の木曜日のドル円なんかはね、すごく大きなボラがあるんですよね。上から下まで相当なピプスがあります。こういったの本当はね、取りたいんですよ。取りたいんですけども、自分の形になれない以上はどんなにボラが出てもやっぱり入れないんですよね。自分の中でわからないんであれば、どれだけボラが出たとしてもやはりそこは見送っていくしかないと。自分にやれることは利益を出すことじゃなくて、わからない相場では損失を出さないこと、それが自分にできる唯一のことだと思ってますんで、そこは利益を残す上でもすごく大事な部分だなとは感じています。それでは今週も頑張っていきましょう。